全国各地の農家や中小企業、個人など中小の発電事業者の方々が太陽や風などの自然の恵みを生かして発電事業を行い、売電をしようとしますと、その送電線を所有していらっしゃる大手電力業者が空き容量がないということで、その接続を拒否するという問題が多発しております。空き容量ゼロを理由とする接続拒否をやめるようにご指導していただきたいとお願い申し上げます。再稼働予定の原発の分を確保する、新規建設の原発の分を確保する、それからあと火力発電を確保する、そういう形でですね、実際にまだ使っていないのにそういう予定分を大幅に出て、実際の自然エネルギーの系統連携を拒むという形になっております。全体を 100% すると残念でした、あとはもう 15、6% しか残ってませんというような形で、それを競争させて、残念でした、お断りですというようなことが世界日本中で頻発しておりまして、私どもは自然エネルギーを推進する団体からのですね、悲鳴にも似た苦情といいますか、切実なお願いを代弁して今日伺ったというようなわけです。で、資源エネルギー庁および経産省におかれても、この問題についてすでにもう真摯に受け止めて対策を検討中というふうに承っております。私どもはぜひそれが実効性あるですね、指導、行政指導になるようにお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。中につきましてはお待ちいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。今回ご指摘いただきました空き容量ゼロ問題に関しましても、今の社会の系統増強するとですね、相当程度の、一定の費用なりあるいは期間がかかりますので、まずは既存の系統を最大限活用し、ね、再生可能エネルギーも可能な限りつないでいくということのための運用の改善効果というところを、まさに国の方です、経済産業省の方で議論を始めているところでございます。そういった委員会の議論を踏まえながらですね、できるところから、ある種この決まったところ、据え置いたところから順次、実行に移すということをしながら、こういった方がご指摘いただきましたものを含めまして、解決に向けて全力を尽くしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。お願いします。